一斉のね、ペルシス。はい、今日は何をしますか？名前をまず述べてください。ナナカでーす。みなみでーす。こんにちは、ナナカピーでーす。今日は何をしますか？二輪羽織マックー。ここから出てるから今。ということで今日は、マックでちょっと二輪羽織に挑戦してやろうと思いまして。マックで違う。二人羽織でマックを食べてやろうと思いまして。どっちでも一緒だねえの言い方だとマックで二人羽織をしてることになるからね。とりあえず買ってきました。紹介しましょう。私たち大大大好きこの新サムライマックの旨辛ダブル肉厚ビーフカナディアンメープルカスタードパイ。メープルこっちに入っててカスタードがこういう入ってるじゃん、入り方的に。だから食べるのがめっちゃ難しいのね。だからこれをちょっとチョイスしてみました。あとはハッピーセットのナゲットのセットにしました。ナゲット、まあソースをつけるっていうところが一番の難関かな。そう、はい。あとはまあおまけポテトと、で、あとはオレンジジュースですね。で、ハッピーセットが今ジョージだったのでジョージを開封します。何があるんだろう。せーので、ダン。ジョージ、え、ジョージちっちゃくない？どうなるの？紙入ってる？ちゃんと。え、何これ？すごい。これでジョージの運転遊びっていいやつ。謎じゃね？ここを回すんだよ。こういう、あ、すぐ取れるし。これだけ。これだけ。ありがとうございます。ということで二人羽織でマックを食べていきましょう。はーい、レッツゴーゴー。じゃあどっちからやっていきますか。勝った人選べるじゃんけんしましょう。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。いつも勝たん。先に食べるかバオルか。バオルよね。先に、うん、先バオリ、先バオリ、先バオリ。じゃあ食べさせていただいてもいいですか。あ、じゃあ先食べようかな。え、なんでお腹すいたいん。うん、だから食べたいと。食べたい。はい、じゃあ何から食べたいよ。まずとりあえずポテト。でもチーズソースつけたい。わー、じゃあ行きまーす。開始。力。キモい。マジで怖い。じゃあいただきまーす。いただきます。いただきます。あ、ご確認しとかないとだって。もうちょっと右で。チーズソースだよね。あ、こっちチーズソース。なんでかっていうと、ここに段差があるから。まず開けようっと。開かないな。よし。これを置いて、ポテトを食べたいな。じゃあ、しなしなの方が好きなんで。このしなしのポテトを食べたいと思う。いただきまーす。わーい。わーい、わーい、わーい、わーい。あー、行き過ぎちょっと。あー、下次上もうちょい。はい、あいいよ。冷たいぜ。じゃあ次はどうしようかな。ハンバーガーにしようかな。やだ、そんなにベタベタ触られるの。よし、行って。いただきます。うん、うまい、うまい。うん、うん、なんだかちょっと喉が渇いたな。ストローはどこだっけ。ちょっと倒れちゃうから前に寄せよーっと。うん。ちょっともうちょっと向こう側に手やろっと。うん、そこそこ。あ、だからストローの味を持ちすぎだっつってんの。うん、美味しい。ポテトを一回挟もうっと。そのままいきます。うん、美味しい。あ、触らないでほしい。じゃあナゲットにしよう。つけないとな。でもよし、つけていただきます。あどうだ。
もう一回。最後にめっちゃパシが行くかな。でした。バイバーイ。どう？ナゲットからのポテトが一番しんどかった。しんどい？喉にポテトが刺さって結構奥の方までグッとやられまして、でも割と口周りは綺麗ね。何も汚れてないもんね。頑張って言う。じゃあチェンジ。はい、やっほー、今日は食べに来ましたよ。いただきます。まずじゃあジュースからいきたいかな。ジュース、ジュース、あー待って、もうちょっと上だよーって、痛い痛い。じゃあ、じゃあポテトに行こうかな。ポテト、ポテト、ほらほらほら、チーズソースもつけようかな。食べまーす。いただきまーす。あっ、うん、潰れちゃう。うん、うん、バーベキューソースも開けたいかな。これこれ、バーベキュー、みんな知ってるバーベキュー。あ、せーの、いただきまーす。これナゲットを食べたいかな。これもちろんつけるさ。いただきます。せーの、あーん、あーん、あ、ちょっと奥奥、あー左左、奥奥奥奥奥。次はチーズソースにつけたいな。あー、あー、待って待って待って、もうちょっと上だよ。あー、せーの、あー、オッケーオッケー、キラキラキラ、ほら、おっくなー。ついでに口も拭きたいなー。わー、ハンバーグ食べたいなー。いただきます。せーの、届いてないな。あー、食べた。うん、おいしい。あ、待って待って、え、どうして自分の指示通りね、手が動かないんだ。あ、チーズソースつけて食べたいな。それチーズソース、おー、OK だよ。熱くね。せーの、あ、あーん、次はパイ食べたいな。これで締めようっと。怖い。待って待って、出てない。うわー、大丈夫。あ、いただきます。おくおく、うん、おいしい。うわうわうわ
もう一口ちょうだい。うわあ。最後にポテトいただいていい？はい。あ。ごちそうさまでした。いいよ。見てくれよこの大惨事。手がもう突っ込んじゃって突っ込んじゃってね、いろんなところに顎にさついちゃって、最初ついたのこの投げたソースが、そしたらもうそこをずっと行くからさ、いろんなものでうわやばい、わー、こんなに髪の毛につけたことなんて小さい時以来じゃない？やばい。いやでも意外ともっと汚くなるかなと思ったけど、意外と綺麗に食べれた。これでもマックだったからまだいけたんだけど、これラーメンとかだったらやばいと思う。パスタとかいいんじゃない？ついてる。うん、でも初めてやったミニボウリ、うん、意外と面白いっていうのが分かるね。冷たい。でもこの冷たいものたちも何鼻毛出てる。いつも出てる。また？本当に出てる。見ないで見ないで。本当に出てる。ガチガチ。おい。抜いたじゃん昨日も。待って、ねねにも確認できなかったんだけど。おかしい。どう？あの本当かも。毎日抜いてんだからね、一本ずつ私は。どういうことでしょうかって感じ。ということで、もうこのマックたちは今からも食べたいと思います。こんなになっちゃったけど、超冷たい。ミニンマオリめっちゃ楽しそうって思った人はチャンネル登録と高評価。ミニンマオリで食べてみてほしいものをコメント欄でお願いします。うんふん、次の動画までベコリーナ。つけるか。目で食べるのが一番うまい。やっぱ四角って大事だよね。やっぱこれ美味しいよね。うん、いつになっても美味しい。甘っ。